武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は学習院大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、もともとはあの選択制で大問の中からまあ物理も選択できたり生物も選択できたりみたいなものが、あるような形式が2015年まで続いてたんですが、今回、2016年以降からはまあ物理や科学など科目ごとで、どれか1個選択するって形に変わっています。で、そんな科学ですが、時間90分で問題の難易度、としてはですね、まあ、かなり、基礎的な、部分が中心ですが、ただ記述で、書かなければいけない、部分が出てくるので、特にあの構造決定だったり反応式、あとは論述などですね、こういった部分が、結構難易度高めになっていきます。要は書かなきゃいけないからっていうことですね。なので、これまでの問題集などでしっかり自分で記述で式が書けるようになっているかどうかをまずは確認するようにしてください。で、まあ、知識の暗記の部分もですね、選択肢とかがあれば答え出せるんだけど、自分で考えて書けって言われると書けないみたいな、状況がある場合には、そこはしっかりですね、基礎のやり直しをして自分でちゃんと答えを導き出せるように、まあ、ノーヒントで基礎がちゃんと出てくるようにするということを心がけるようにしてください。で、割と幅広く問題は出てくるので、ただ出てくるもの自体は割と典型的な、基礎問題、標準問題なので、まあ、苦手範囲作らずまんべんなく網羅していればまず対応できる問題が基本的には出てきます。まあ、そういった部分で取りこぼしないようにすることを心がけておきましょう。以上が学習院大学の科学の勉強となります。